水川あさみは日本の女優である。1983年7月24日に大阪府茨木市に生まれた。15歳の時、映画劇場版金田一少年の事件簿上海魚人伝説のオーディションに合格し、女優デビューを果たす。2011年大河ドラマ GO 姫たちの戦国に出演した。2020年に主演を務めた滑走路や喜劇愛妻物語で第94回キネマ旬報ベスト10主演女優賞、第12回多摩映画賞最優秀女優賞、第42回横浜映画祭主演女優賞などの映画賞を数々受賞した。モデル風の綺麗な顔をしているのに汚れ役や変顔ができる彼女は今の若い女優の中で貴重な存在である。